スタートしましたさあ先行争いですまず何が行くのか注目の先行争い正面スタンド前です最内1番の蘇田氏が若干前に 連れて4番のインティーがすっと2番手、3番手、7番のサンライズホープ4番手、そどめ11番アナザートゥルースその後に5番手、内2番のカジノフォンテンつけましてこれから1コーナーカーブ1番のソダシ主導権を取りました逃げてリードは3馬身2番手、4番のインティーがつけております3番手、7番のサンライズホープが追走です 外体半分差11番のアナザートルースが追走しております内体半分差2番のカジノフォンテンですこの両馬の間をつくように6番のデオケインズが追走向こう上面の中ほどですその後に5番のエアスピネルが追走外はクリンチャー間をついたゼッケン9番オーベルニという体制2馬身後方ですがここにゼッケン13番中はウィザード追走しています外には16番のカフェファラオですその2馬身後方ですが15番の名将ハリオが追走してこの辺りは後方から から5投目スワーブ・アラミスがいてそしてその外にいるのが3番サンライズ・ノバがいっておりますそして外からケイティブレイブ最後方若干離されて14番のダノン・ファラオという体制ですさあ先頭はこれから第4コーナーをカーブしてまいります 先頭、戦闘わずかに1番の素出しですが並びかけるインティーインティーが今度は並びかけて先頭を変わるかしかしうち1番の素出し譲りませんさあ、今度は変わったインティーが堂々先頭に立ったそして外をついた慶応ケインズテーオーケイケンズが並びかけて今度は一気に先頭に躍り出たそして外からはゼッケン11番のアナザートゥルースアナザートゥルース足を伸ばしてくるチュアウィザードが大外をついてぐんぐん伸びてくるが先頭は完全に突き放しました6番のテ王ケインズ四馬身五馬身のリードテオーケインズ五輪チュアウィザードに 着そのあとアナザートゥルース・インティーの3番手争い制したのは6番、テオーオケインズ。